皆さんこんにちは、むちょと申します。この世代も旋風を起こすか、藤田進さんの2歳馬が絶好調ということですね。いやー、新エンペラーフォーエバーヤングの世代に続きましてですね、また日本そして世界を賑やかせそうな予感です。というのもですね、先日この方の持ち馬っていうのが新潟の新馬戦驚異の連勝っていうのを決めました。まあサンデーレーシングとかね、ノーザンのバリバリのクラブ馬が連勝するのはね、まあちょっと納得できるところもあるわけですけど、まあ一個人の馬主さんがですね、そう簡単にできるゲートではないですよ。まあほんとこの勢いはね、全くもって金子さんや旦那さんにね、もう引きを取らないレベルにあるなっていうふうに思うわけですけれども、まあただね、この週っていうのはその藤田さんの所有馬の中でもね、丸外枠の中で言えば特にね力を入れた2頭っていうところは確かにあったんですよね。まずはダートの1008戦、まあやはり三冠路線に向けてもね、重要な中距離戦ということでいいメンバー揃ったと思うんですが、こちらのシンビリーブさんがですね、全くもって後続寄せつけず5馬身差の圧勝っていうのを決めました。まさに本場っていうのがですね、この世代の森さんとのコンビで勝った馬としては最高額っていうことになっておりまして、こちらですね、まあもう初期からねジャングルやデガを見せためたね、あの OBS マーチセールにて80万ドルっていうね、日本で億を超える高額で買ってきた1頭。まあほんとね、この新潟開催はここ出身の森厩舎所属馬が爆走しておりますけれども、まあそれにね、藤田進さんもしっかりと乗ってきたっていうことになります。もうタイムでもですね、一波論9秒8というね、まあとてつもない時計を叩き出していて、そして血統的に言ってもですね、お母さんはアルゼンチンの10勝11勝馬というね、名品、そして父コンスティテューションもですね、ここに来て一気に評価が上がってきているターピット系の勝馬で、勝馬リーディングで言えば、現在第4位につけているというね、まあトレンドの一頭ということが言えるでしょう。まあそのね、期待通りの走りで、いや、非常に先が楽しみな一頭になったんじゃないかなと。もう実際ですね、もうまさに森さんの目は世界にありまして、すぐにですね、BC ジュベナイルへの挑戦っていうのが視野に入るっていうことが発表されました。まあもともと生の時点でブリーダーズカップに行きたいと思って買った馬のようですからね。しかも今年はフォーエバーヤングももちろん挑戦が発表されておりますから、まあ同じオーダーのね、態度っていう意味になれば、まあ環境的にもいいところはあるでしょう。過去にも森さんはですね、BC ジュベナイルには果敢に挑戦しておりまして、それこそジャスパーグレイトで言えば、新馬勝って2戦目でもう BC ジュベナイル挑戦とかしてましたからね。まあつまりは、挑戦自体はですね、重賞とか G1 の実績に関わらず可能であると。まあ本場と比較してもね、シンビリーブは引きを取らない勝ちっぷりだったと思いますから、まあ十分ね、実現の可能性っていうのはあると思います。そしてですね、いや、これだけにはとどまりませんでした。このレースのですね、30分後に行われた芝のマイル戦でもですね、今度は新フォーエバーさんが快勝っていうのを決めてきました。まあ2頭とも新がつくということですね。まあ新エンペラーが走ったことで、ちょっと感銘的な意味合いも出てきたのかもしれないですね。本場もですね、全くもって同じセールで取引された1頭っていうことになります。ただ価格的に言えばですね、若干落ち着いておりまして、30万ドルと。ただですね、いやー、この時の価格っていうのも本当に今となってはお買い得だった可能性がありますね。っていうのも、実はこの父、コンプレックシティっていうのは、もう今となっては相当当たりの気配がある新種ボバっていうことになってるんですよね。なんとですね、もうその新種ボバの奥にとどまらず、現時点でアメリカの2歳リーディングトップに立っていると。現役時代こそですね、2歳のシャンペンステークス G1 は1つのみで、ジュベナイルとかねクラシックで実績があったわけではなかったので、ライン付け料も12,500ドルとやっぱりそう高額ってわけではなかったんですけれども、いや、蓋を開けてみればですね、大成功の気配が漂うと。19頭して11頭の勝ち上がり、勝ち馬率は 57.9%、 そして重賞勝ち馬もね早くも誕生しております。本当日本と比べて欧米っていうのはこういうね、
安価な馬からどんどん能力でトップに立つ馬っていうのが出てくる世界なんでね、まあ本場もそのパターンでどんどんここからね価値を上げていく馬なのは明らかでしょう。この地マクリーンズミュージックだってたったの一戦一勝のみですからね、そこから同様にどんどん G1 馬を出して価値を上げて今となっては人気商馬の一頭ということになっていると。結構日本とも相性の良さそうなところはあって、今のところ5頭中4頭が勝ち上がり、そしてオープン馬サイモン・ハロルドやあの怪物感あふれるウェイワードアクトなんかもこの馬の産駒ということになっていまして、いやちょっと今後日本でね増えてきそうなサイヤラインだと思いますね。しかも母父もねおなじみプルピット系っていうことになっていますし、やっぱりこういう丸買いをバンバン買ってきてね結果を出せれば商馬としての需要もね本当大きなものになってきますんでね、そういった候補がもう藤田進さんには欧米様々なタイプでたくさんいるっていうことは、いや本当将来的にはねいやビッグビジネスを作ってくる可能性があると思います。本場はですね、まあもちろんその芝のマイルで勝利したということで、このまま続戦新潟日産ステークスに向かうようです。まあもちろんねダート決闘っていうところではありますけれども、実はコンプリクシティからはヨーロッパでも重賞勝ち馬なんかも出ておりましてですね、まあまだまだ余裕のある勝ち方でもありましたし楽しみだなと思います。ということでこれでですね、ここまで藤田進さんの2歳馬は5頭出走して3頭が新馬勝ちっていうことになりました。バリバリのね芝中長距離タイプ、ノーザンのエレキングも相当なね器、まあこういったね日本のクラシックを狙っていく馬もいれば、やっぱりこうやって丸買いのね森厩舎の世界を視野に早くも入れている馬なんかももう早くも出てきていると、いや非常にね順調なスタートと言えるんじゃないかなと思います。本当言い方悪いですけれども、やっぱりこう大外れするケースっていうのが少ないですよね。もちろんある程度の金額は使っているとはいえね、そう簡単に勝ち上がることすら難しいこの世界で、多分勝ち上がり率 70% とか超えてると思うんですよね。で勝ってない馬だって交流とかね地方で何百万という賞金は重ねていることができておりますし、まあさすがのその見定める力とマネジメント力だなと。まあやっぱりこれはもうインタビューで前からおっしゃってたようにね、まあ勝負にこだわってるからこそ出せる数字っていうのはまあ明らかだと思いますね。まあこの後出てくるね馬たちっていうのもいやどんどんね走ってくると思いますので、いや熱い目線をねいやまた送り続ける必要があるでしょう。まだまだねシーエンペラーパターンのチームやはぎウートンバセット3区やカメコ3区もこれから出てきますし、軸となっている農産系の馬も揃っておりますんでね、まあほんと幸運だなって思うのは、ここに来てまたねスペシャルグルーヴの弟を持ってたりするっていうのがね、兄ミッキーファイトがねレーパードステークス単勝ダート路線のね主役級になってきたわけですけれども、ほんとこういうね走った馬の舌を持っているとかね、当たった新勝馬の参加を早くも持っているとか、そういったところもやっぱ幸運って言われるところの一つだと思いますね。もちろんある程度の金額で当時も買っておりますけれども、今となってはさらなる血統価値のある馬っていうことになると、あとは初となる庭先馬なんかもね、いやどういった馬が流れているのかちょっと気になるところですよね。まあ三島牧場さんの庭先って言ったらね、まあ壇ノ浦さんの例とか見てても相当自信はあるんだろうなっていうふうには思いますけれども、いや楽しみは膨らむばかりです。ちなみにこれだけね勝負馬が走るってね話題になったり、まあ馬娘関係でね馬券を購入する方も多いであろうっていう中で、それでもまだ回収率 100% 超えたりもしますからね、馬券購入者さんにも貢献してくれるというね、まだまだ狙ってみる価値はあるんじゃないかなと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。